はい、同じギターなんですけどもですね、2台になりましたです。ギブソンのですね、なんだっけ、スペシャルフェイテッドの SG でですね、P90 入りのシックスティーズ、トリビュートというものでございます。でもね、かなり個体差があってですね、音も違います。で、こちらはね、ブリッジもほら、こんなに下げてるのに、で、向こうはこのぐらいあってあれなのに、なぜか向こうの方が弦高が低いです。まあセットがね全然違うんですね。で、ちょっとですね、今回は同じギターなのにという音の違いを、聞いてみてもらおうかななんて思ってます。あ、ちなみにこっちはですね、改造しましてギターシンセサイザーのコントローラーが組み込まれています。でも基本的にはエレキギターの部分についてはこれワンボリューム化しただけで、あとは大きな変更はありません。両方ともボリュームは私の好みで A カーブに変更しています。で、かなり、使いやすくなってますということでございます。ではちょっと生音で比較してみましょう。聞いてください。はい、では最初にこっちの、チェリーの方からね、こんな感じでちょっとブルージーな感じの、使ってるのが、ね、このサニーボーイというね、このドライブの方で、ちょっとブルース系のドライバーの方で出してます。で、ちょっと新兵器でですね、このボスのリズム回しも買ってしまいましたので、これとちょっと合わせてやってみようと思ってます。じゃあ、一発いってみます。では今度はナチュラルの方で同じような条件でやってみますね。こっちのね、ちょっと音は硬いです。弾きやすさはね、向こうの、チェリーの方があるんだけど、こっちの方が音的にはね、好みです。じゃあちょっといってみます。今度はですね、このサンズアンプの方で音色を比べてみます。というわけで行ってみます。